車にあるかな。めっちゃ面白いそれ。めっちゃ面白い。気持ちの仕分けちゃうのハンカチ。ハンカチ。誰かデカビト飲みたい人います？私これ。ありがとうございます。あ、大丈夫です。飲みたいです。 ありがとうございます。よしよし。ありがとうございます。あ、大丈夫です。優しい。ネイルの心配されてない。私先輩されたことないですけど。あれ、あれ、うん、されたことない。あれ、そうなの。そう、ネイルしてるのに。そう、ネイルしてるのに。今ギリなんか起動修正したよね。ネイル大丈夫です。行くわ。じゃあこれ、これ。うわー、うわー。僕の可愛いって愛だよね。うん、だから男性を可愛いって思い出したらマジで一貫の終わり。もう何されても許すじゃん。うん、あ、気持ちよく電話終わりました。あ、かけ直します。はい。応答せよ、応答せよ。SD の件ですね。はい。さあ、彼はどんな件かよ。彼にかかっている。彼にかかっている、マジで。お疲れ様です。もしもし、ごめんな。はい。経緯を簡単に説明すると、カメラを倒してしまった。で、SD が飛び出て、その SD の中身を見たら、あの写真で送った通りになっていた。で、カメラにもう一度その SD を差し込んで、そしたらデータを修復しますかっていうのが出てきたから押してみたんだけど、特に何も変わらなかった。2つ確認してほしいのが、はい、パソコン上で開けないファイルあるじゃないですか。はい。その開けないファイルの、容量どれぐらいになってます？9ギガバイト。多分大丈夫だと思うんですけど。マジ？マジで言ってる？本当？はい、9ギガですよね。9ギガ舞い上がるの早すぎ。じゃあ送ればいい。はい、ただお金かかるかもしれない。お金かけよう、かけよう。今で 70% ぐらいですね。何が？あの、修復できる可能性。高いの？ 100% ではないですけど。うん、大丈夫大丈夫。しかしたらできても、あの、画質は悪かったりするかもしれない。大丈夫大丈夫。希望胸に生きていこう。犯人、犯人が。オッケー、じゃあミューファイルで送るな。ありがとう。マジ明るいっすよね、あいつって。何？オッケー、分かった。待ってろ。誰が一番嘘笑いが上手いか。いや、これからっすか。それ、うん、いや、それあ、声だけ聞いたらめっちゃ笑ってるけど、顔がダメ。顔で減点ですね、うん、それは。顔も含めて。そう、顔も含めて。ねえ、ちゃんとしてよ。本当にしよう。うん。な、違う。違う。いいよ。おお、優勝だわ。だから、うん、いつもこれで乗り切ってる。え？
うわっ、痛っ。動画、動画の写真じゃない、うん、そうだよ。動画をこれで乗り切ってるから、喉痛くて。ビジネスだ。うわ、偽りか。うわ、どうします？給料、じゃあ、そうそう、今まで半分半分してたんですけど、こっち7で、3で、うん、3で7で1で、じゃあ3、7、1だったら10時になるやろかい。恋愛してんの？してないの？してないです。全くないんだ。全くですね。連絡取ってる子とかもいない？女友達いわゆる、うん、となっちゃう。とかうちらか。そうですね。そんな、よろしくみたいな。お願いします、お願いします。了解です。どうすん、どうすん。だって青木もうちらの1個下だからね。そうだよ。それより気持ちゃんですよ。え、出会った時27とかだったの？27とかだよね。え、ってかじゃあ結構長いんだね、うちらも。そうだよ、もう丸3年、3年半ぐらい経ちましたね。たったかった。基本的に31やばいね。やばいね。なんかやばいね。なんかちょっと、信じられないな。信じられないよね。でもなんか本当に変わんないね。変わんない。出会った時変わんないよね。変わんない。老けないし。うん、若返ったまであるもんね、ちょっと。確かに。肌プリ。肌プリしてるもんね。肌プリ。気持ちはちなみに、どうなんですか、最近は。え、なんかあんの？パソビビっていう。パソビビって。何？結構ステップ高い彼女がある。あ、パソビビって、パソコンですか？はい。ねえ。ちょっとクソつまんないこと言う。なんで、パソビビってあるんだよ。何にかけたら、そのビビは。スキピカ？カレピッピとかあげる。パソピピ？そんなスティッカーない。パソピッピの方が良かった。パソピピかったよ。理解に時間かかったんだから。本当だよ。なんかそういうマッチングアプリみたいなのあったと思ってよ。パソコンでやるみたいな。ねえ、そう。なんか、編集者好きの女性が集まるみたいな。怖かったな。技術職をね。それだったら確かに。いや、モテるよね。絶対モテる。ツートップでモテる。絶対緊張。わぁ、すごいエフェクトかかってる。はい。一日。このエフェクトすっごい。2個重ねたり。キモツさんが作ったんですか？すごい。でキモツちゃんのすごいところは、いろいろ2人はやってるじゃん。こう、うちらの編集以外もさ、受け持ってるじゃん。でさ、急遽出てくる編集とかあるじゃん。うん、ちょっと急ぎでほしいんだよね。うん、で、どうみたいな言って、いや、ちょっと、まあ、明日の夜とかですかね、行けて、みたいな。うん、いやいや、全然全然それでいいよって言って、その数時間後に来るとかある。あだから、そう、パソビビだったら強いよ。青木もノー言わないよ。ノーです。ノー、ノーです、言わない。なんか、ちょっと厳しいかもっていう。まあ、そうですね。できるだけ。言ってんのよ。やりきろうとはしますかね。言ってる。